上海は四国旅客鉄道が松山駅上島駅間を予算線、内湖線経由で運行している特別急行列車である。1990年夏に臨時列車として松山駅上島駅間で運転を開始。同年11月に特急、潮風の一部列車と急行宇上島を統合して定期列車となり、1993年3月には、 予算線の松山から岡山、高松方面への発線経過によって年出された松山運転所所属の2000系機動車により、おおむね1から2時間に1本の運転率を発された。列車名は、八幡浜市以南で時折姿を見せる、文庫水道の愛媛県側での別名、上海に由来している。この名前は一般公募によって決められたもので、156票で公募1位であった。 2016年3月26日、改正ダイヤ以後は、松山駅、宇和島駅間で折り17本、上り16本が運転されていたが、後日の通り2021年3月13日改正ダイヤで、折り1本が廃止となり、16往復となった。運転間隔は、毎時1本。これは、機動車特急の運行本数としては、JR 四国が運行し、日本最多となる。 渦潮の次に多い本数である。全列車が電車化され、松山駅発着となった潮風、石槌の末端区間を担う列車で、一部を除いて、松山駅の同一ホームで両列車に接続する。大半の列車が松山駅で潮風、石槌と接続する。この際、松山駅の一番乗り場北側に、岡山駅、高松駅発着の潮風、石槌、 南側に、宇和島駅発着の、宇和街が向かい合わせに停車するという、珍しい形態を取ることが多い。松山駅、伊予市駅、内子駅、伊予大須駅、八幡浜駅、宇野町駅、伊予吉田駅、宇和島駅、松山運転所所属の2000系量産車及び、その改良型の N2000 系による2から5両で、運転され、全列車が、普通車のみで、クリーン車は連結されていない。指定席は、 その編成中で、最も数字の大きい号車の運転席よりの20席となっている。また、下り3本と上り4本は、アンパンマン列車として運転される。2018年3月17日までは試作車の C、編成も使用されていた。2000KC 編成、上海過去の使用車両上島牛気祭り開催時、上海最終便の後発として、臨時特急列車、 牛木号が上り一本ものみ運転される。車両は2000系の二両編成が使用され、全席が自由席となる。停車駅は、上階と同一である。予算線は、伊予市駅、上島駅間が電化されていないこともあって、上島方面松山駅等間の移動は、すべて、松山駅での乗り換えが発生する。松山駅での特急、潮風や特急、石土からの乗り換えは、 一番乗り場の高松よりと、宇和島よりとで行われている。また、一番乗り場への入線は、潮風を先に入線させる、都合上、場内信号機の停止信号で停止し、潮風の到着後に誘導信号機の進行で入線する。このために上りは、所要時間が1分長い。 松山駅で乗り換えとなる場合の特急料金は四国内については1990年11月から当時計算になった。西日本旅客鉄道管轄の岡山駅、小島駅、宇和島駅間も2004年12月以降は当時計算になったが、それ以前は、上階には別に特急券が必要で、全く別個の特急列車とみなされるため新幹線の 乗り継ぎ割引も適用されず、宇和島駅発着の潮風との料金格差が問題視されていた。内子駅及び八幡浜駅を除く、ほぼ全線で宇和島自動車の特急、急行バスと競合している。ありがとうございます。